東京を江戸と申した自分のお話。ある村の百姓が野良仕事のために土を耕していると、クワが何か硬いものに当たる手応えを感じた。何だろうかと掘り進めてみると、いかにも時代のかかった釜が一つ出てきた。泥を落として磨いてみると、まだまだ使えそうな釜であったが、別段これを使わなければならないようなこともなく、台所の隅に置いていた。それからしばらくして、寺の住職がこの百姓の家に法事のために訪ねてきた。念仏を唱え終え帰る段になると、ふと九段の釜が目に入った。住職は一目でこの釜を気に入り、ほとんどただ同然で譲り受けたのであった。この住職、何よりも茶の湯が好きであったのだが、つい先日に不注意から茶釜を落としてひびを入れてしまい、新しい釜を探しているところだったのだ。住職は寺に戻ると早速この釜で湯を沸かし始めた。しかししばらくして湯が沸き、蒸気で蓋が動くときに妙な音を立てるのである。音というよりも、それは泣くと言った方がいいと思えるような絶妙な音だった。奇妙な釜だなとは思いはしたが、湯自体は何の変哲もなかった。その上、釜が鳴る日と鳴らぬ日があるので、そのうちに気に留めることもしなくなった。だがしばらく使い続けているうちに、あることに気がついた。釜が鳴った次の日は必ず雨が降るのである。これに気がついた住職は、毎日欠かさずにこの釜で湯を沸かし、翌日の天気を村人たちに伝えた。これは瞬く間に評判になり、近在からも釜見たさに参詣する人が増えたという。そのうちにこの釜は鳴り釜と呼ばれるようになり、湯だけでなく話題も沸騰したという。